こんにちは、三島光平です。今日もインスタライブをやりながらセットしていきたいと思います。でちなみに今トリートメント、プレミアムトリートメントし終わった後です。ちょっと流し残しが若干あるかも。そこはご愛嬌ということで、ちょっとセルフで流したんでちょっと流し残しあるかもです。短い髪でちょっと波打ちをやってみようかなと。質問をちょっと答えつつやっていきます、ね、でトップとバックはボリューム出してサイダー潰してスタートです。先にスプレーの理由はアイロンの跡がかなりつきやすくなるので。根元数ミリ、根元の根元から入れちゃうとボリューム出ちゃうので、ちょっと外して、どれぐらいだろうな、指一本置ける分ぐらいかな。根元外して全部内外で挟んで曲げる曲げる。今日はちょっと波打ちといっても少しカールというか、逆にあえて少し髪の毛を折るような感じで角を残したカールを入れるバージョンでいきます。普段だったらこうやって丸く波打ちをこうやってするんだけど、カクカクっていう感じ、ちょっとわざとらしい雷マークみたい。今日大阪店の二次面接です。頑張ってきます。頑張って。髪色教えてください。髪色は青みの黒を入れてちょっと色落ちしちゃいました。だからその前に入れてた紫がうっすら出てるブラウン、アイロン中に煙が出るのってあんまり良くないですか？水で出るのは良くない。今日プレミアムトリートメントしたばっかりなので出ちゃいますけど。みちやさんは営業で女性のカットは絶対にしないんですか？今は絶対にしていないです。周りを見れるようになるには、自分がやってるものに対して余裕があれば周り見れるかな。余裕がないとなかなか見れないかもしれないです。スプレーって渋谷のロフトに売ってるんですか？スプレーはまだ売ってないです。先行発売終わってしまっているので、その今は手に入れる方法ないです。7月20日に全国のロフトで発売するので、あとオーシャン全店、あとはロフトとオーシャンとフィッツのオンラインが20日に同時に出ます。薬局とかアマゾンとかは半年から1年後になると思います。外でいつもみたいに丸めるんじゃなくてポキッポキッ、ちょっと不自然な感じで、スライドさせるというよりはその場で曲げる、その場で曲げるみたいな。普段はこうなだらかにするものをポキッポキッ。アイロンの寿命どれくらいですか？使い方にもよると思いますけど、普通に使ってたら全然ずっと使える。落としちゃったりとか、つけっぱなしがすごい長かったりとかすると、あとは湿気が多いとことかで使ってるとまたちょっと違うかも。ショートしちゃったりとか、電化製品なので、もしかしたらお風呂場とか、お風呂場というか
脱衣所洗面所でお風呂上がりに湿気だらけのところで使ったりとかするとちょっとまた壊れやすかったりするかもしれないです。センターパートはもうしないんですか？センターパートはさすがにできる長さじゃないんで、今やったらなんかちょっとダサい感じになっちゃう。もうちょっと伸びたらすると思います。目ぐらいまで来たから、目超えてぐらいか来てからやろうかなと思います。前髪の分け目の位置で雰囲気だいぶ変わりますか？だいぶ変わると思います。時計変えましたか？変えました。服どこのですか？服はサンローランです。今日はもう根元を1センチ外して内外しかやってないです。全体後ろも。時計どこのブランドですか？時計はロレックスです。前の時計も使ってるんですか？まあまだこれそんなに買ってから経ってないんで、売ってはないです。最近はこれデザインほぼ変わんないですけど、もう黒ラバーじゃないとつけれなくてナチュラルにします。今日は眉毛って自分で切ってますか？眉毛もうほぼというか全然いじれない。一回脱毛しちゃって周りは生えてこないので、あとはもともとちょっと生えてこない、ここら辺とか生えてこないところがあるので、眉ティントやるぐらいで眉毛はもうほぼいじってないです。すげえ長い毛がピョーって出てきた時だけピッてカットしてるだけで、ナチュラルファイバー系なのでちょっと気をつけてください。伸ばす時に服の上でこうやって伸ばすと糸落ちちゃったりするので。時計黒ラバーにする理由って営業ですか？いや、服に合わせづらいから。あとは重いのが嫌いです。で前髪上げるんで、もう前髪も普通につけちゃいます。中間毛先ピゲにはしなかったんですか？ピゲ、うん、ピゲは考えなかったです。全体根元1センチ外して割としっかりめに今日はつけちゃいます。ただアイロン入れてないところだけつけてないようなイメージ。終わった時にこのぐらいまでは全部つけちゃいます。一回下ろします。今日バイトの面接なんですが、どうしたらいいですか？元気にハキハキと感じよく。面接スタートっていうところよりも多分入り口とかそういうところの方が重要かも。普通のワンダムな、ワンダムとオーシャンのアイロンで多少の差などあるんでしょうか？色だけ。今回のワンダムに関してはグッズみたいなものなので、その試作でっていうか、なんかお祝いで、お祝いでというかお礼でなんかオリジナルカラー作っていただいて、で動画で使っててそういう色違い欲しいっていう方が多かったので作った感じです。西田さん前髪癖ありますよね。ここにすごい生え癖があるのと、髪自体は少し曲がってます。日焼け止め使ってますか？最近めんどくさくて使ってないですけど、使った方がいいとは思ってます。明日島崎さん指名で初めて行きます。ありがとうございます。紫シャンプーと洗い流さないトリートメントって一緒に使っていいですか？大丈夫です。今年の夏絶対したいことありますか？花火を見たい。かつて神だった獣たち見ましたか？見てない。ローライトってどんな感じですか？ローライトはまあ締まりを出す感じ、立体感とか、まあ、束感も表現できる。入れ方にもよります。 M が深くて顔周り透けちゃうんですけど、なんてお出しゃいいですか？ M が深いんで透けちゃうから透けないようにしてくださいと。六本木の進撃店行きますか？行きたいかも。今読んでいる漫画は約束のネバーランド。西田さんが使っているシャンプーと家で使っているドライを教えてください。シャンプーはオーシャンが今試作で作っているシャンプー使ってて、ドライヤーは、ダイソンかヘアビューザー。
スプレーの香りってワックスと同じですか？同じです。8月の予約開放いつですか？8月の予約開放は今日が12なので20日ぐらいまでにはやると思います。学生の時は前髪自分で切ってましたが、自分で切ってないです。普通に美容室行ってました。そんなにスプレーしたらお風呂の時大変じゃないですか？このスプレーは全く。好きなお菓子はプリッツのトマトサラダ味、あとスコーンとかも好きです。バーベキュー味、あとわさび味のやつとか。芸能人の部屋オーダー多いですか？稀に、ごくごく稀です。ほぼない。大体の方が悩みをなくしたいというか、気になるところを緩和したいみたいなカットの方の方が多いです。ここボリューム出ちゃうとか、ここ割れちゃうとか、ここ立たないとか、ここ癖出ちゃうみたいな。中村さんのネタはあんまり触れない方がいい。いや、触れない方がいいというか、僕から喋ることがほぼないという。本人の意見は本人に聞かないと。僕らがやることとしたら、残された人は残された人で、もう来てくれるお客様に全力でやるだけなので、予約を取ってしまって、行いのお客様に関しての電話に関してはもうすでに終わっているので、来ていただいた時に、そのままキャンセルされてしまった方ももしかしたらいるのかもしれないですけど、他の担当者が担当した時に、あ、よかったなって思ってもらえるように全力でやるだけなので、明らかに面倒くさそうなのが伝わる。面倒くさいというよりは喋れることが特にないというか、僕が中村さんじゃないので変な勘違いを生んでしまったりとか、僕が言ったことが嘘になっても困るので、本人から聞いてください。ミシャさん、外部講習とか行ってますか？学生さん向けは行ってます。美容さん向けに関しては何度かお断りしちゃってるんですけど、その時間あったらスタッフって、自分のところのスタッフ教育したいみたいなところがあっちゃうので、今月は予約取れなかったので来月は全力かけて取りに来ます。ありがとうございます。どんどん考えが変わっていくのが普通ですよね。仮に力だったりとか、徳永が独立したいと言った時に止めたいかといったら、僕はあんま止めたい方じゃないので、痛いなとは思ってほしいとは思って、教育したりとかしますけど、でも、選択で他行きたいとなったら他行きたいで、それはそれかなと。ただあんまりね、大変な思いはしてほしくないので、フリーランスだったりとか、独立だったりとかもそうだけど、与えれるものは知識として与えて、それを知った上で選んでほしいなみたいなところありますけど。スタッフ育成で大切にしていることは何ですか？よかったなって思ってもらえるように、最終的に。新人に何を求めますか？なんかスポンジみたいでいててほしい。好き嫌いな物事を決めてほしくないなっていうのはあります。眉毛を整える時のことを教えてください。もう脱毛行っちゃってるんであんまやってないですけど、そうじゃない時はこういう形の、こんな大きくないですけど、こういう形のカミソリ、多分これぐらいかな、これぐらいで、ピンクとか青とかで、なんかね、箱に6本とか8本ぐらい入ってる、すごい切れるカミソリで、上げたい角度でこうやって軽く目閉じて、下でスッてそのまま産毛行ったら、立ててこうやって立てて長い毛をストンと落とす。でとりあえずまずこ
ここのここまでまっすぐ行って、そこからどれぐらい眉尻下げるかで下やったら上もまっすぐで、ここもまっすぐみたいな。正直そのハサミはマジで難しいと思います。よく動画 YouTube とかでも出してる方もいますけど、その生え癖によってそのコームの通し方とか変わっちゃうんで、なんだろう、こうやってコームでスッてすくい上げて切ったら穴開いちゃうとかって多分経験あると思うんですけど、ちょっと生え癖見ながらじゃないと、そこ切っちゃいけない毛みたいなのが割とある。心配な方はその美容室、多分どこの美容室でも大体が眉カットプラス料金、多分1000円とか2000円ぐらいでやってると思うので、1回やってもらってある程度型作ってもらったら、1週間に1回ぐらい多分産毛が生えてきたところに分からなくなる前にケアするみたいな。2週間開けちゃうとあれどんな形だっけみたいぐらい変わってきたりするので、1週間以内ぐらいでその形をキープするような感じでとりあえず一発やってもらうのがいいと思います。一旦動画閉じますね。ちょっと長すぎちゃうんで編集死んじゃうので、ちょっと恥ずかしいんであれです、一回向けます。最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、高評価、あと Twitter、Instagram のフォローもぜひお願いします。